ストーンは、フランスのプロマジシャン。主に、クロースアップ・マジックを演じる。パフォーマーとしてだけでなく、マジックビデオのプロデューサーとしても活躍している。サム・デビッド・ストーン、パリ・イルド・フランス地域圏のオーボンの生まれ。19歳の頃に、高校の友達の影響で、マジックと出会う。実際に、マジシャンとしてのキャリアをスタートさせたのは22歳からで、ある。 フランス、アミアンの大学で哲学を学び、学士を取得。この頃、プロマジシャンになることを決意する。その後、サントロペにあるリビエラの名門レストランラボイル・ルージュで7年間演技し、そこで、マジシャンとして、多くのことを学ぶ。1995年、フランスのマジシャンであるステファン・ジャードネットと知り合う。同年彼は、デビッドのビデオをプロデュースする。 同ビデオは史上初めてアメリカ市場で売り出されたフランスのレクチャービデオとなり40カ国で通算2万8000タイトル以上を売り上げる大ヒットを記録する。このビデオの影響でデビッドストーンは世界中のプロマジシャンから知られるところとなりその結果1999年以降19カ国ものマジックコンベンションでテーブルホッピングのレクチャーを行い 国際的にも有名なフランス人マジシャンとなる。2001年にはマジシャンでもあり DVD プロデューサーでもあるジャンリュック・ベルトランドと出会い、二人の初の共同作品となるショートフィルムを制作する。このショートフィルムは2006年にラスベガスで行われた青オイマジックフィルムフェスティバルで1位を獲得する。 2003年 FFFF のコンベンションで最優秀パフォーマーに選ばれる。2005年にフランスで発行された著書クローズアップザリアル・シークレッツ・オブ・マジックは同国でベストセラーとなり発売から15日で完売する。この書籍が映像化された DVD ザリアル・シークレッツ・オブ・マジックも評価は高く雑誌ゲニー・マガジン マギエマガジンのベストマジック DVD2006 に選ばれている。2002年と2007年に来日。通称4回完全会員制のマジックのコンベンション。招待された人以外は客でも入れないため、世界で最も排他的なコンベンションと呼ばれる。